亜人とは死ぬことができない新しい人類である。どれだけ肉体が傷ついても一時的に死ぬことで元通りに再生する特徴を持つ。26年前アフリカで初めて発見され、現在全世界で46体確認されている。日本政府は亜人管理委員会を設立し、謎を解明するため日々研究を重ねている。リセット完了です。左肘関節で切断、押さえてください。はい、はい、機械確認、電源入りました。サンプル搬出します。切断します。スパイク波が通常値の3倍、血圧50まで低下、食料です。30まで低下したら教えてください。サンプル4、血液鑑定入ります。切断完了です。次は足を切断しろ。002との答え差はどうだ。こちらが再生速度の比較データです。大きな差異はないな。はい、リセットだ。またか。いつまで続くんだよ。僕が何したって言うんだ。一体いつからこんなことに。ただ静かに暮らしたいだけなのに。なんだ、死んだんじゃねえ。あれ、写真だね。写真撮っとるわけ。マジだ、マジだ。なんで僕が。リセットしろ。の路上で国内3例目となるアジンが保護されました。3例目のアジンの発見に世界からも注目を浴び、トラックに引かれたのはアジンだとされたのです。永井さんは普通の生活を送っていましたが、一目でわかる調子でから被験体003、永井系26歳、東都大学附属病院勤務の研修医。家族は母親と妹が1人。3日前の交通事故で死亡直後に再生が目撃され、亜人と判明しました。あまり気持ちのいいもんじゃないな。ええ、亜人は人類の進化の鍵となる貴重な存在です。2年前のこともある。警備は万全です。反応が鈍いようだな。リセットしろ。はい、はい、皆さんは会議室の方へ。こちらへ。永井啓司が保護されている亜人研究所前です。永井啓司は無事保護されて。戸崎君、分かってるね。3人目の亜人が保護されたことに国民は大いに注目しているんだ。万が一にもこの実験が公になったら。もちろん承知しております。皆様がご心配されるようなことは
懐かしいね田中君。そうっすね。よろしく頼んだよ。お任せください。侵入者です。侵入者が。いやー皆さん久しぶり。ここへ来るのは田中君を解放した時以来だから3年ぶりかな。そこにいるんだろう遠ざき君。大臣をセーフルームにお連れしろ。わかりました。こちら永井君もいただきに来たよ。そう、今夜日本のアジン事情は大きく覆る。まあそう宣言させてもらうよ。警備員は実験生の通路を固めろ。侵入者に対し非致死性麻酔薬の使用を許可する。眠らせて捕獲しろ。栗沢！私は佐藤だ。君と同じアジンだよ。僕を助けてくれたんですか。ざっと見て20体の死だけど、君はそれよりもずっと多く殺されたんだろう。ええ、身をもって理解したはずだ。この国は息を吐くように嘘をつく。政府がアジンを保護してるなんてデタラメ。我々アジンをモルモットとしか見ていない。共に戦おう、アジンの未来のために。永井君、
君がやる。え？君に苦痛を与えた奴らだろ。君に殺す権利がある。殺す権利。やめておきます。なぜだ。この人たちを撃ったところで結局僕が嫌な思いをするだけです。デメリットしかない。なるほど、君はユニークだ。なんで。私はね、殺すのが結構好きなんだよ。子供の頃虫の羽を思いで遊んだろ。あ、長井くん。あ、すいません。でも亜人だから大丈夫ですよね。君はとんだ期待外れだ。ぶち殺してやる。君を実験した者たちだって家に帰れば愛すべき家族がいるんだろう。はじめは亜人相手とはいえ実験に抵抗があったに違いない。だがそれはすぐに消えた。人類の進化のためだなどと言われ心が麻痺した。人間の心はどこまでも弱い。あんたらが僕にしたことを忘れたわけじゃないけど、今はここから脱出することが優先です。ギブアンドテイクだ。僕が踊りになってあんたらを逃がす。そっちは僕に脱出ルートを教える。長井君。ただどこにいるのかな。普通にやっただけじゃ。さあ長井君、分かったろ。さっさと二人を殺して出てくるんだ。長井君。本当にいいのか。よくはないですよ。長井君。長井くん、聞いてるかな。惜しいね。悪くない作戦だ。だがまだ爪が甘い。Oh, my God.
初めてのリセット、おめでとう。そんなことしたら、やつまで追ってくる。しょうがねえだろ、約束したんだ。残りの警備員を向かわせろ。お前はここにいろ。誰が私を守る？わかりました。なんだろう。こっちだ。本当に逃げられるんでしょうね。早いんだよ。その様子じゃまだ出したこともないのか。なんだこれ。これでゲームオーバーだよ。奥かがみ出た。こんな大量に。永井君、すごいじゃないか。黒い幽霊。これが亜人の持つ能力だ。永井君のは力強い。しかしまだしすけがなってないようだね。行けよ幽霊、行け。鬼ごっこはもう終わりにしよう。
まあいいか。研究所内で爆発のような音も聞こえてきました。亜人研究所からの公式発表はまだありません。永井さんが失踪してからまだ日が浅い。遅いっすよ佐藤さん、何してたんすか。いや悪かった悪かった。あれ永井圭は予想以上だ。ぜひ仲間に加えたい。まあ焦りはしないよ。さあショータイムといこうか。誰だおい。あれ車椅子の方、アジンの田中じゃないか。国内2例目の。田中さんですよね。止めなくては。これだけの報道陣だ、下手に動けん。今日は国民の皆さんに伝えたいことがあってここへ来ました。私の名前は佐藤亜人です。国内では3人の亜人が確認されています。1人目はまだ公表されてませんが、もしかしてあなたが。それはどうでしょう、否定はいたしませんが。それであなたが伝えたいということは。この国の国家権力は亜人を使って人体実験を行ってるんです。亜人は政府に協力する代わりにその生涯を約束されてるんじゃ。それは建前です。現実はまるで違う。例えば製薬会社のグラント製薬は亜人で臨床実験を重ね新薬を開発した。あるいは国内大手の法事重工は亜人を使った性能テストを行い、禁止されているはずの毒ガスを製造している。他にも食品、医療器具、自動車メーカー、いくつもの会社がアジンを使って人体実験を極秘に行い、政府は莫大な金を得ているんです。そしてその被害者となったのがこの田中浩二氏です。彼は保護という名目で捕らえられてから私が助け出すまでの2年間、非人道的な人体実験を受け続けてきました。その証拠はすでに私たちのウェブサイト亜人 .com にアップロードしてあります。あ、アップされてます。皆さん、亜人とは何でしょう。モルモットですか。私たちは確かに不死身です。ですが痛みを持っている。亜人だからといってこんな非道が許されていいはずがない。我々の願いはたった一つです。亜人にも市民権を認め特別自治区を設置してほしい。どうかこの願いを聞いてください。国立研究開発法人亜人研究所に自らを亜人と名乗る佐藤という男性が。その後報道陣の前から姿を消し行方がつかめていないようです。亜人特別自治区に対して国内の有識者たちは少数者が出なくてやめちゃいけない。決して自治区などを彼らに与えてはいけない。それは、もしも彼が言ってる通りのことが行われているとすれば、これも政府が重大な人権侵害をして。一連の亜人報道を受けて社長の石丸武雄氏。うちは社会貢献をモットーとした優良企業ですよ。毒ガスなんていう危険なもの製造してるわけがないじゃないですか。亜人ですか。弊社ではちょっと。ハロー YouTube 亜人自治区について詳しく解説しようと思います。
んだ、どうしたのその格好。いらっしゃい。成功。晴れても雨でもどんな人生でも素晴らしいっていう意味ね。いい言葉でしょう。切れた？はい。ああ、いいんですか？本当にお世話になっちゃって。同じぐらいの背丈の孫がいたからね。何でも大事に取っとくもんだ。そうですか。おにぎりぐらい作るよ。梅干しは大丈夫？あ、いや、ちょっと苦手で。好き嫌いしないで食べる。待ってなさい。気づいてないのか、僕のこと。現在行方不明の永井圭さんの消息は未だにつかめていません。アジンを名乗る佐藤という男性の発言についてこの後声明を発表する模様です。どこもアジンで持ちきりっすよ。政府がどう出るかっすね。お、20体殺せた。21、22体。よく行かねえと。23。じゃあ行ってきます。田中君、よろしく頼んだよ。お、25。はい。26。我々としては一刻も早くお兄さんの消息をつかみたいと思っています。あなたに連絡は？ありません。そうですか。もう私の知ってるお兄ちゃんじゃないんでしょうか。あなたのお兄さんであることには何の変わりもありません。けど辛いですよね。気持ちは分かります。別に同調されても。私のすぐ近くにもあなたと同じ辛さを味わった人たちがいました。それすぐ近くにアジンがいたってことですか？あ、まさか。適当なこと言わないでください。もしお兄ちゃんが連絡をしてきても話さないと思います。テレビを見ました。あなたたちがアジンに実験をしていたって。よく見える。見えるぞ。どうしました？おい、どうなってるんだ？それで永井をおびき寄せるってことね。あなたはそこをどくべきだ。人間ぶってやがったわけか。クロちゃん！
か。あ、大丈夫ですよ、落ち着いてください。大丈夫ですか。おい、ですからそれは全くの事実無根です。政府がアジンに対して人体実験を行っていただろう。しかし実際に映像があるんですよ。あれはどう説明するんですか。熱想です。専門家に鑑定を依頼する。セットしろ。セットしろ。反応を見て熱戦に見守ってください。私のことを M4 カービン10丁にマガジンが50個。ワクワクするね。久しぶりの大商いですよ。一体何に使うんですか。じゃあこれ約束の腎臓10個に肝臓5個。いつも持ってたんですけどね。どうやってこんなに集めてくるんですか。知らない方がいいと思うぜ。知らない方がいい。知らない方が良さそうですね。雑草なんて抜いても生えてくるんだからほっとけばいいんじゃないですか。無駄だと分かっててもやるの、それが男ってもんよ。そうですか。サボるんじゃないよ。これからどうするか。この病院にはアジン研究所から消息を絶ったアジン永井圭さんの親族が入院していることが分かりました。エリコ、警察では大丈夫なのか。襲われたって心配してくれてるんだ。キャラじゃないよ。悪かったな。目の前で女の人がアジンだったから助かったって誰にも言わないように口止めされた。そうか。お兄ちゃんもアジンだったんだね。ああ、なんかわかるかも。昔から冷たかったから。これからどうするつもりなの。こっちが聞きたいくらいだよ。お前にわかるか。必死で勉強して医学部入ってようやく医者になったと思ったらいきなりアジンって言われて知らない奴らに追い回されて人生設計全部パーだよ。なんだよアジンって。なんで僕が。相変わらず愚痴多い。ちょっと笑った。またいつ佐藤が襲ってくるかわからない。うん。マスコミだって騒いでる。ここにいる限りお前は静かに暮らせないよ。
じゃあどうするの？田中君。はい。準備はいいかい？はい。行きます。いや、また会ったね。皆さんこんにちは、佐藤です。さて、私が政府に亜人自治区を要求してから今日で5日が過ぎました。しかし政府からは一向に返答が来ない。だから実力行使に出ることにする。その内容は亜人研究の主導機関である厚生労働省を壊滅させる。11月25日の午後3時、これが我々の第一ウェーブだ。心して見てほしい。そして私の考えを支持する亜人がいれば、ぜひ現地まで来てもらいたい。共に戦おう、仲間たちよ。そして人間たちよ、衝撃に備えろ。大丈夫？安定してる？ありがとう。あんた医者だったんだね。まだ研修医です。いや、それでも立派よ。人は見かけによらないね。あの、どうもありがとうございます。礼はいいよ、部屋なら余ってるし。かわいい孫とひねくれた孫ができた気分さ。その格好じゃ寒いね。土手上がるから出してくるよ。いい人だね。久しぶりにあんなに歩いたんだ。今日は早く休め。お兄ちゃんは私の病気を治してやるって、それでお医者さんを目指したんです。そうなの。本当に見かけによらない、情の厚いところもあるんだね。きっと治るさ、信じるんだよ。おい、ゆれ、これ取ってこい。そうですか。ダメか。
東証ナインにいます。予告時間が始まった壊滅予告時間の午後3時に間もなくなろうとしては警察や機動隊が厳重な警備をしています。不穏な動きは見られません。また今日は外部の人間は完全にシャットアウトされておりまして、中では関係者のみが通常業務を。ただの出任せだったのでしょうか。以上、厚生労働省前から。ご苦労様です。あ、ご苦労様です。連絡系統良好です。まもなく犯行予告時刻、壊滅予告時刻の3時が近づいているんですが、ご覧ください、大きな動きはないようです。大臣、本当に避難しなくていいんですか？いいと言ってるだろう。アジンごときに何ができる。しかし。よし、大臣。飛行機です。飛行機が今厚労省に。飛行機の操縦は楽しいね。さあ、ぶちかまそうか。やっちゃったよ。いや、来てくれたんだね。歓迎するよ。まあそこで見ててくれ。ウェルカムパーティーだ。これで終わりじゃない。二分隊前。さて、この国最強の部隊とは自衛隊か？いや違う、一度も実戦経験のない彼らなど論外だ。だったらそう、警視庁特殊吸収部隊、凶悪事件発生時交渉より制圧を優先し展開する精鋭部隊、通称サットだ。まだ現場とは連絡が取れていません。国民の皆さん、私の本気を証明しよう。これが第二ウェーブだ。そして長井君、見てるよね。しっかり見届けてくれ、アジンの力ってもの。さあサッと戦闘行こうか。作戦開始。で、各分隊前進。ターゲット確保。佐藤が復活する前に殺してる。私が進言した。
殺し続ければ復活させることなく自由を奪える。はい。二分隊は継続的に撃て。射撃は苦手なんだけどな。奈良城攻、奈良城攻に狙撃し。おはよう。佐藤さん、あんた人間じゃねえ。まあ、アジンだからね。お世話になりました。行きます。あんた、どうすんの？お兄ちゃん。エリコ行くぞ。早く準備しろ。あんた、アジンなんだろ？知ってたんですか？知ってたよ。じゃあなんで？困ってる人がいたら助ける。そんなもんだろ。裏から、エリちゃんと逃げなさい。ここ私がどうにかするから。おばあちゃん。ありがとう。しっかり生きるんだよ。あんたたちの人生なんだからね。あの、ありがとうございました。ほら、早く。あんたたち、ちょっと待っててよ。大丈夫ですか？開けて！Oh!
さすがにサップは強いね。あんたで最後だ。これで私の本気が伝わったと思う。それでは改めて日本政府に対して要求を出そう。20日後の午後8時までに東京都を明け渡し、そこをアジンの特別自治区とすること。万が一実現されない場合は特殊神経ガス AJVX を東京都全域に散布する。大量の人間を殺すのには一番効率がいい。これは脅しではない。我々はそれを足がかりに東京を人間の住めない土地へとリノベーションする。それが第3のウェーブだ。させるか。では素敵な返事を。厚生労働省の壊滅の実行犯と見られているのはアジンの佐藤田中の2人組です。で佐藤以外にも数名、警察当局はアジンらしき姿が、今流れているのが墜落直後の映像です。警視も犯行グループの一員であると疑いが持たれています。アジンたちに対抗できる手段はあるのでしょうか。これは人であるがいい殺人罪になりないで、彼らちゃんと処罰しない。人と一緒に生きようという共存共感の心がない今どうしていることは、もう毎回かなり何であっても許されないことだ。隔離するしかないですよね。生き物なんですよ。死なないって古いです。外国の文化に怖いものが始まってもらう。警察負けちゃったし、アジンじゃないの。何でなんですよ。アジンもそこら中にいるじゃん。ジェナリス、しかもあいつら死なないんでしょ。誰かアジンか分かんないじゃん。はい、悪いな。ずっと逃げなきゃいけないのかな。アジンってだけで何も悪いことしてないのに。どけ。返します。録画開始しました。つなぎます。いやー、戸崎君、腹は決まったかな。佐藤さん、我々は皆さんと和解したいと思ってる。協議を重ね、以下のことを決定した。九州南部の無人島、もしくは北海道の一部にアジン特別自治区を制定する。なるほど、九州に北海道、どちらも美味しいものが多そうだ。でも私が欲しいのは東京なんだ。おい待て、今提示したのは有事法制下における特例措置だ。の条件は、だったら交渉は決裂だ。さようなら。背景同一、前回と同じ場所です。複数の特大プロキシ経由、探知不能です。あんた正気か。東京っていうのは交渉を有利にするためのブラフだろ。覚えてないね。確かにその方が面白そうだね。俺は乗ったぞ。俺もだ。じゃあ乗らない人たちは。ふざけるな。俺は降りるぞ。さてどうしようか。踏み切ってドラム缶に封印。可愛い顔して言うね。グッドアイデアだ。
渉は決裂した。君の失策のせいでね。あれは政府が決めたことを私が交渉しただけで。言い訳は見苦しいぞ戸崎。責任は取ってもらう。君の力だけでどうやってもこの事態は収拾させたまえ。つまりたとえどのようなことになってもあなた方が責められることはないと。そうだ、我々としても何もしないわけにはいかなくてね。亜人専用の特殊部隊を急ぎ創生することが決定した。一応君の耳にも入れておく。政府は厚生労働省飛行機墜落事件を受け、亜人の拘束を第一の目標に掲げた部隊、対亜人特戦軍、略称タイヤを発足させると発表しました。タイヤは陸上自衛隊所属の特殊部隊であり、亜人佐藤の予告を受け東京を脱出する人々が増えており、また都内皆さんあの動画見ましたか、東京はもうガチでヤバいみたいなんで僕は今すぐ逃げます。どれくらいヤバいかっていうと、もう動画撮ってる場合じゃないくらいヤバいので、東京の皆さん今すぐ逃げてください。バイ。戸崎さん、ここへは取引をしに来た。亜人など信用できるか。あんたと組みたいんだ。私と組む？何のために？佐藤を止める。お前に何ができる？不死身の兵士が一人仲間になってやるって言ってるんだ。あんたにとっても悪い話じゃないだろう。それに策はある。取引と言ったのや。要求は何だ？僕からの要求は2つです。1つは妹のエリコを政府の保護下に置くこと、そしてもう1つは佐藤を拘束し事態を収束させたら僕に新しい身分を用意し以後捜索しないと約束すること。そういうことか。見ましたよ先日のサット戦。あんたもうすうす気づいてるはずだ。断言しますけど、僕の協力なしで佐藤を止める力は今のこの国にはない。ああ、それと信用できないのはこっちも同じです。戸崎さん、あんたのことを調べさせてもらいました。入院中の婚約者がいるそうですね。もし約束を破るようなことがあれば、僕の幽霊が彼女を殺します。クズが。単純なギブアンドテイクですよ。言いたいことは分かった。だがこれだけは言わせてもらう。私の名前は戸崎じゃない。戸崎だ。エリコちゃん、お兄さんからここにいるって。よかった会えたんですね。もう大丈夫だから安心して。お姉さん怖そうだと思ったけど意外と優しいんだ。というわけだ。我々少数精鋭の部隊で佐藤に立ち向かう。この人数じゃ野球もできないな。サット戦を見ただろう。数が多くても意味はない。多ければそれだけ向こうに情報が漏れる。この人たちは傭兵みたいなもんだ。そう、金をもらえば何でもやる。では作戦の話を。
佐藤は東京全域に神経ガス AJVX を撒くと予告している。だがこのガスは現在フォージ重工本社にしか存在しない。つまり佐藤は必ずフォージ重工にガスを盗みに来る。そこを叩きます。僕が亜人だからこそできるプランを立てました。亜人が味方か。イケてるな。佐藤はこちらに長い系がいるとは考えていないはずだ。それはこちらにとって大きなアドバンテージになる。タイヤ人特戦軍タイヤが加勢することは出動要請はしてあるんですよね。許可が下りるかは不明だ。せいぜいバックアップ程度に考えるしかない。計画に水を差すようで悪いんだが。何ですか。佐藤が予告をやめて違うやり方をする可能性もあるんじゃないか。確かに法事重工に来なきゃ話にならん。それはないと考えてます。ああ、 AJVX さ、亜人の、それも佐藤本人の人体実験を中心に完成したものだ。佐藤は同じ苦しみを人間たちに味わわせようとしているのかもしれません。なあ、佐藤さんってどんな人なんだ。あ、いや、一緒にできる仕事するってのに今まで何してたとか何も知らねえなって思ってよ。生まれつき言っちゃってる感じか。バカ、お前ドラムかい。大丈夫だ。そんなんじゃねえ。え、俺は政府に捕まってから2年間毎日毎日ろくに睡眠もなく人体実験をされてきた。それだけで地球丸ごとぶっ壊してやりたいぐらい人間を恨んでるが、あの人の場合はそれが20年だ。20年。赤ん坊が生まれてから成人するまでの間毎日毎日殺され続けてきたんだ。地球がいくつあったって足りやしねえよ。ガラス越しに実験されてるお前を見ていた。まさか一緒に戦う日が来るとはな。こっちのセリフですよ。死なないってのはどういう気分なんだ。逆に聞きますけど、死ぬ可能性があるのにこんな危険な作戦に参加するのってどんな気分なんです。仕事だ。深くは考えない。同じですよ。考えたところで答えは出ない。そうか。いいプランを立ててくれ。その通りに動く。佐藤倒したら祝杯でもあげるか。遠慮しておきます。これが終わればあなた方とはもう会わないでしょうし。それでもあげるんだよ。お前にはそういう無駄が必要だ。なんだあの親父。意外でした。何がだ。あなたが誰かと手を組むなんて。あいつは冷たく見えるがそうじゃない。自分の置かれた状況の中
本当に自分にとって大切なものを選んで全力を尽くしてるだけだ。嫌いじゃないんだよ、そういうやつは。相当危険な作戦になるんですよね。ああ、私を守れよ。もちろん、何があっても。迅速な対応感謝いたします。石丸社長。構わんよ。おう、面白そうじゃないか。君が長井君だね。よろしく頼むよ。相手に感づかれるとまずいんだろう。警備は強化したが、社員には何も話してない。もちろん最善は尽くします。ですが、最悪犠牲者が出ることも。仕方ないさ。東京が化け物に乗っ取られるかどうかの瀬戸際だ。そろそろ中入った頃か。うわ、え、なんすかこれ。田中さん、うわ、キモ。ああ、佐藤さんからな。お守りだとよ。お守り、これが。何考えてるか分かんねえかな、あの人。ね、今どこに。さあ、大船に乗った気でいてくれ。各フロア警備員は配置してあるし、シャッターで敵のタイルは立てる。誰もこの金庫を開けることはできない。敵がどんな手段で来るかは分かりません。ただガスの強奪が目的である以上、必ずこの社長室のこの金庫を目指すはずです。なので一つ手前のこの部屋に罠はあります。罠？ここまで持ち込めれば僕らの勝ちです。ですよ。どうした？いや、セキュリティが一瞬エラーになって消えました。すぐにログを確認した方がいいです。ハッキングか？可能性はあります。皆さん配置について。ブーツは社長室49階だ。ミルカウォーターでーす。それいいね。ちょっとすぐ。戦争の始まりじゃ！はい、撃つよ！博士！
監視危ねえよバー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 バしました。開きません。侵入完了。頑張って。エレベーターは使えないからね。最強っすよ。まあな。戸崎さん、12階が突破された。ただ少し様子がおかしい。どうした？敵は予想通り侵入してきた。だけど佐藤がいない。イレギュラーが起きたか。それともサーバーの方はどうですか？ビルのセキュリティシステムは遠隔操作されてる。発信源は探索中だが、このままじゃ作戦は続行できん。わかりました。こっちも探ります。見てきてくれ。こっちのセリフ一言余計なんだよ。検出できました。40階です。警備員を向かわせろ。お前も行け。はい。信玄には誰もいません。かくらんか。やあ、
頑張ってるかい？誰？こんにちは。誰？見てきてくれ。戸崎さん、見つけました。ハッカーは33階の北通路にいます。了解。惜しかったな。どうすればいい？おい永井、システムは奪還した。では作戦を開始します。投げよ。こちら準備完了です。平沢さん、あとは任せましたよ。任せとけ。ここだ。行くぞ。はい。今だ。廃墟を認証。はい。なんだよこれ。なんだよこれ。アジニア粒子。長いか。幽霊は亜人にしか見えない。こんなに大量に。なんだよこれ。スマートな罠じゃねえか。俺には見えねえけど。おい、どうしてけ。高橋、落ち着け。現在4人は制圧した。だがこの時間になっても佐藤の姿がない。いずれにせよ入り口は一つです。そこに力を集中させておけば迎え撃てる。これです。木材破砕機、丸太を5センチ四方のチップに砕きます。いいね。ありがとう。寝てればただの人か。そうだ、お礼に教えてあげよう。亜人は絶滅すると最も大きな肉片を核に再生するんだ。そうなんですか。珍しいものが見れるよ。ミスター・スポック。幻想だ。いや、来ちゃった。ガチな男はモテないよ。長い。戸崎さん、やってください。僕らの勝ちです。OK。
なるほど、やるな。長井君だね。やれ。やったのか。おい。待て。おい。大丈夫大丈夫。おお。眠った猛獣なんて。なんてね。どうした、平沢。さあ、反撃といこうか。報告しろ。平沢。平沢。佐藤さん、どうやってここまで。お守りが役に立ったね。あいつらは？さて。オープンセサミと行こうか。これで全てが変わるんですね。感慨深いね。じゃあ行ってくるよ。帰るんじゃないですか。せっかくここまで来たんだ。エンドロールを楽しまなきゃ。エンドロール。田中君。はい。あとは頼んだよ。平沢さん、止血します。喋らないで。佐藤さん、しっかりする。分かりましたから。お前ら戦うのに喋んなって。そしてお前の人生、生きろ。ふざけんな。祝杯あげんだろ。いや、永井君いるんだろう。また再会とはまさしく運命だね。どうやってここに来た。左手をお守りに渡しておいたんだよ。君なら少し考えればわかると思う。さて、ガスは手に入れたよ。いい場所があるんだ、農薬をまくには。どこにいる。害虫駆除には一番効果的だよ。ガスを手に入れてゲームは終わったと見せかけてボーナスステージ。しみてるね。長井君、君もおいでよ。最高のエンドロールといこう。
どこにいる？長井、タイヤの出動要請をお願いします。戸崎さん、あんたの駒になってやるよ。やっぱり来てくれたね。嬉しいよ。ラスボス登場だ。あんたの好きにはさせませんよ。いいね、ゲームスタートといこうか。分かってますから早く。だったな。お前なんで足のくせにそっち側にいんだよ。そっちもこっちもない。あなただって正しいと思ってこんなことやってるわけじゃないんでしょ。長井君、アジンとは何だと思う？進化した選ばれし者だ。以前の君はどうだった？人間であった時の君の人生は、アジンになった君の人生はどう変わった？今の君は生き生きしているよ。さあ楽しもう。私にとっての最終ウェーブは君だ、長井君。だがその前に浄化だ。残念でした。
いつまで人間ぶってる気だよ。もっともがいて苦しんで、お前も人間ども恨めよ。長井君、一つ質問があるんだが。そこまでしてなぜ人間の味方をする？アジンであることをもっと楽しめばいいじゃないか。人間とかアジンとかそんなことどうでもいいんですよ。あんたが嫌いなんだよ。やっぱり君はユニークだ。行くぞ、幽霊。私を守るんじゃなかったのか。これじゃ立場が逆だ。申し訳ありません。私のそばを離れるな。何体出せるんだ君は。
いや、今のはさすがに焦ったよ。幽霊、もう一回だ。出ろって。回収して再生不能な状態にするつもりか。長い警護やれぞ。私は佐藤太陽の攻撃ポイントにおびき寄せろとだけ言った。だがあいつはどんな状況であれやってほしいと。長井を捕獲すること、それが政府が太陽出動を許可する条件だった。長井慶との約束は。佐藤を止めるにはこれしか。まさかあいつ。長井！